はい、どうも、はじめまして。スタート申します。今回は、スーパーファミコン版の F-Zero をやっていきます。ただ、このスーファミ版の F-Zero なんですが、私、あまり得意ではありません。なので、今回は、ブルーファルコンを使って、スタンダードクラス、やっていこうかなと思います。ちょっとデモ画面をちょっと見ますこれ。デモ画面はこの一種類しかないのかな。ではグランプリ。はい、ブルーファルコンです。ナイトリーグの、スタンダード、これはエキスパートマスターまであるんですけど、マスターは出してないということですね。はい、ミュートしていいです。この黄色いマシンが一番加速が高いです。ジャンプの時は方向キーの下を押しておきましょう。押さないと着地時に減速してダメージを受けます。一周ごとにブーストがもらえますね。何ボタンで使うんだっけ。今アクセル B ボタンなんですけど、あ、ゲームパッドやってます。 Wii U の Wii のバンチャルコンソールも買ったのに Wii U も買っちゃうっていう、この危ね。コーナリングの時はアクセルを離して曲がります。邪魔邪魔。ジャンプするとスピードが上がります。おちょちょこっちか、危ない。ブーストを使うとこんな感じですね。一定時間加速します。ブレ。ただブースト使用中でもこういうすごいダートの場合は減速してしまいます。これバックダンカーです。触れると爆発してダメージ受けて吹っ飛ばされます。あとスピードも下がります。こういうまばらなダートなら大丈夫なんです。こういうダートは減っちゃいますね。ほらもうこんなんなっちゃった。ここはだいたい2分切れれば素晴らしい腕前って感じになりますかね。これ今のスタートをためすぎの場合です。勢いよくスタートしますけどその後減速します。今押してもらったんですけど、ここはスリップしますね。ビッグブルーの BGM は F-Zero の曲の中でもとりわけ評価が高い曲です。危ねえ。まあ私自身もそうですね、一番好きかな、この初代の中では。ちょっと嫌な位置に、危ねえ。これ滑るんですよ。こんな感じになっちゃいます。回復ですね。
爆弾に触れるとこうなります。そんで触れなかったか。ちょっとな、押しちゃう場合もあるんで。あ、ミスった。あ、この脇に触れるとスピードが下がってダメージ受けます。ファルコン回復早めなんですけど、ボディそんな強くないですね。嫌な位置にいるな。とっと、ブースト使うと当然曲がりにくくなります。すごい重いです。あ、ちなみにストックが3つまでです。1周ごとに1つもらえますけど。危ね、ダメでした。1万点超えるごとに残機が一つ増えますね。賛同者です。あ、抜かせた。ミスった。結構長めですね。スピードが400キロになってからの加速力は全機種同じです。おっと。ちょっとね、ブレるんだよな。狭い狭い狭い。この周回遅れがめちゃめちゃ多いので、スタンダードでも結構難しかったりします。エキスパートやマスタークラスになるともうマークがすごいです。もうちょっと見せるとすぐ抜かれます。あーっと、やっちまった。ちなみに最終ラップの時は3位以内でゴールしないといけません。あーっと、押すとこうなります。事故ですね。あ、ブーストはそういえば A ボタンでできました。Y で減速だったかな、ブレーキ。長いな。
デスウィンド。ここなんですけど、常に風が吹いていて、思うように操作ができません。それでダッシュボードがあります。こいつ、こういう、危ない、危ない。ピットエリアだけは例外で風が吹いていません。最高スピードが999キロなんですけど、スピードが落ちるのがすごい速いので、あんまり見れないですね。これは無理。最高スピードが速いほどスピードが落ちるのが遅くなります。ファルコンはあんまり速くないです。あぶね、こうか。なんとか、この後が難しいんだよ。怖い。削ってインを攻めるっていうやつです。止まってるし、大丈夫大丈夫大事故。ふう、簡単そうに見えますけど難しいんですよね。サイレンス、無音の惑星です。音はこの F0 マシンが発する音ぐらいですっていう設定だったかな。今のショートカットです。爆弾があるんですけど、その真ん中を突っ切ります。大ダメージを受けます。ドーンドーン。邪魔。ドーン。マーク来ないな。通常ルートこんな感じですね。ジャンプに何も入力しないと音がちょっとドドンってなってる。うん、随分スピード下がるな。ダメージあんまり受けてないかな。あ、パワーダウンしました。何キロまで上がるんだこれ。邪魔。はい、こうなります。ちゃんとパワーは回復しましょうっていうことですね。爆発します。
ちなみにコースアウトしてもしっかり爆発します、ジャンプ中に。ジャンプはちゃんとコース内に着地するようにしましょう。一発で爆発します。てかまずいな、動画の時間が長い。邪魔。真面目にやります。 OK。 なるべく満タンキープするのが理想ですね。うわ最悪、危ねえ。邪魔邪魔邪魔。よくしょ。すぐ来るんだよな。あー叩いた。ひどいな、ジャンプへ乗らせてもらえなかった。お疲れ様でした。初代 SL のオープニングとエンディング非常に短いんですけど、どっちもいい BGM ですね。よし。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。